ここは無限に広がる大宇宙の埼玉県春日部。最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発、ご進行だぞ。しかし父ちゃんがいない里帰りをしたらじいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくてママの幼馴染のところにお邪魔するんだから、二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの一週間、九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにした。マイク入ってなかった、失礼。熊本駅、熊本おお、こっちこっち、疲れただろう。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。なんだ、なんだ、あっという間の長さを実感してるのね。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。さらに田舎だ。ヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。阿蘇の町、うい、怖いわ。ちょっとちょっと、そこ行く怪しい家族連れ。へえ、ふう、なかなかだな。やりますね。虫の美人の若奥様。何、私のことかしら。聞こえちゃうんだね、それは。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。うれ、もなか食べたいぞ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。何のカメラだ。これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。1週間使っていただき感想をもらえれば良いのです。怪しいな。怪しいわね。でもタダなら。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。どういうものなのだから。では記念撮影を。おお、じゃあお言葉に甘えて。するとどうなっちゃう、なんかなっちゃうんじゃない、これ大丈夫。はい、チーズ。どっかに飛ばされちゃうのか。謎の男がシャッターを押すと奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。あれ、うら、どこにいたんだっけ。しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。イラストになってシール、素晴らしい発明でしょう。本当にそれだけか。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。まあそれはあるでしょう。もう
う少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。このアニメ調の感じ、目に優しいな。くそ、また我が輩の発明の素晴らしさがわからん連中に声をかけてしまった。まあいい、すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。そういうものではないでしょう。キッ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 。カメラでしょ、ただの。加速で旅に出たのさ、渡り鳥と星の海、とても熱い夏の映画みたい。映画のオープニングっぽい。主題歌もあってね。日焼け跡でもね、行き先知らない、ほきぼしま昼の月、悲しいことを思い出したら涙出るけど、あの水どこにあった。楽しい夏休みになりそうだな。こりゃ。麻生駅。麻生に着いた野原家の面々。ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。何があった？遺跡発掘中。どうしたんですか？どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。ふうふう、ねえねえ、あっあっ、遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない？いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜の骨。ここに古墳時代の遺跡があるんです。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。ああ、なるほど。ゆうこさん。ヨヨコ、お久しぶり。こんにちは、お世話になります。ヒロシさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。なんかやるぞ。ほら、しんのすけ。ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくばの友。ちくわ？ちくば。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。ララコちゃん、大きくなったわね。よよこにララコね。中学生なんだっけ。うん、みさえお姉さん、お久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿？それはモッキー。今から雨かな。クレヨンしんちゃん久々に見たな。それは天気。そうそう、ダジャレが多いんだよね、しんちゃん。というわけで
これがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モンキー。ウキーウキー。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。ありがとう、頼りにしてるよ、宿場の友。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ。手紙の写真に写ってたイケメン。あの写真は1号さん、うちで働いてるのは3号くん。で、忘れてた、こっちで影が薄いのがうちのお父さん。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず、自分の家と同じように過ごしていってください。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。富士山ケチャップ。うるせえよ。ケチャップじゃなくてキャップ。新聞の記事をまとめる仕事なの。んデスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか。それは簡単、うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。でもそれはもう全面的に忘れていいから。大事な名前だろ。ずっとキャップだし、キャップ。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。誰に言ったんだろうな。はい、いや、そんなことは。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。まあこういう家庭の方がうまくいくよな。というわけで野原家の皆さん、どうぞよろしく。シロもよろしくね。ようこそ日の山食堂へ。日日記のご案内。さてここからは自由行動です。まずは左上にある本の幕に注目。熊本駅でもらった不思議なカメラを覚えていますか。カメラに収めた思い出をなんと絵日記にすることができるのです。このボタンどこ。あ、これか。スイッチ久々に起動したから。ふふい。これね。ええ。私はお利口カメラ。はいはい。文章を選ぶ。みんなで九州にやってきた。熊本駅で記念撮影。怪しいおじさんからもらったお利口カメラで。こっちの方がいいんじゃない。遺跡から恐竜の骨が出た。誰が食べたの、不思議だな。変化球。しんちゃんは変化球でしょ。ヨヨコおばさん、ララコちゃん、キャップさんよろしくね。もう一人誰だっけ。これちょっとかわいそうだから戻ると。あ、もう動かせんだ。ジャンプはできない。生き物図鑑。アクション仮面とかいたな、懐かしいな。あ、これがここに、ここなんだ。はるばる遠くから来たはずなのに意外にシンプルな野原家の旅行カバン。小さいな、しんちゃん。ずっとこの感じだよな、見た目。いよいよ外を探検と、その前に操作方法を確認しましょう。はいはい。十字ボタンと B ボタンで移動もできると。そして移動中は画面右上に出てくる赤いゲージに注目。赤いゲージの長さはしんちゃんのスタミナを表していて、移動を続けてゲージがなくなるとしんちゃんは疲れて動けなくなってしまう。スタミナを回復したいときはおやつを食べてみてね。うふい。
ケツだけ星人ってなんだZL と ZR がケツだけ星人ってもう初めて見たな。この操作、虫網を振る、ケツだけこれ何のためにあんだよやかましいよ。どうやらドアが開かないようです。ああそうなんだ。一体どこに繋がっているのかな。ナレーションすごい、これ子供がやったら楽しいんじゃない。このゲーム開かないようです。一体お子様でも楽しめるゲームですね。ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。でもしんのすけは背が足りず、そうだな、全然足りねえわ。手が届きません。ケツだけ星人はスタミナ減るとかないのかな。これの方が動き早いんだよな。子供向けの百科事典とかなり古そうな書物。ジャンプ、うんうんうん、待って、まだ室内を調べよう。あ、これ店内に行っちゃうのか。あれ、隣の家の子供たち今日は来ないのかな。うん、ああ出ちゃった。虫取り、家の外にいるとき L ボタンで網を持ち、 R ボタンで網を振る。街の中にいる虫を網で捕まえるとすぐにカメラで撮影して絵日記を作ることができるようになります。キラキラ光っている虫はまだ捕まえたことがない証、どんどん撮影しましょう。なるほど、目標を達成すると新しい絵日記がもらえることも。目標をチェックしてみてくださいねと。目標、これあれどれだ、これか。ヒントはいらない別に。うーん、8-5種類、いろいろあるな。これで、はいはいはい、これでケツだけ星人もいけるね。待って、もう室内をもっと見たいな。これまして、今日はいつもより早く家に帰ってきたけど、このまま終わりにしちゃおう。周り気持ちよさそうだ。まだ晩ご飯まで時間があるから外で遊んできてもいいわよ。あまり遠くまで行っちゃダメ。ヒロシ、そろそろ晩ご飯だぞ。晩ご飯の時間になっちゃった。いただきます。ラーメンか。いただきます。人数が多いと賑やかでいいわね。お醤油こっちにとって。賑やかだな、いい音。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いただきます、ごちそうさまでしたって言わなくなったな。言わないよな、いちいち。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。まあそうだな。声、声かけたぞ。ぼよよんじゃないよ。なんだろう、野原家が居候しているヨヨコの家では、
夕飯が終わる時間になると、風に乗って女性の声が聞こえてきます。オラだろ、どういうこと？隣の住人、青山畑が子供たちに本を読み聞かせているのです。ああ、聞こえてんな、うっすら。見たことあるな。今日のお話はどうでした？楽しかった？見たことあるな、あの子供たち。お母さん、誰か来てるよ。あ、でも知らん、違うか。来てるよ。こんばんは。この子、お姉ちゃんの友達の子なの。同じだもんな、顔な。しんのすけ。ふふーい。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。あれ、会ったっけ？恐竜の骨、気になるよね。ふうふう、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。カズマね。一馬って書いてカズマなんだ。桐生カズマと一緒だ。かっこいいだろ。かっこいいね。名前は？私はキネ。綺麗な音色という意味だって。この名前素敵でしょ。餅つきのキネじゃないから。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。やっぱそうだよね、顔似てるよな、あの二人と。その時、しんのすけは思いました。名前忘れたけど、風間くんとねねちゃんに。ああ、そうだ、風間くんとねねちゃんだ。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は女の子でした。名前はエル。ケツだけ成人やるか。体の長さが人の10倍以上もある。これ何なんだよ、これ。でも大きな生き物です。あ、虫いるな。若い女性らしく、手足を大きな花びらや木の利いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが、小型夜の縁側で本を読み、子供たちが聞いていた。風のように静かな声が聞こえてきたよ、夜の縁側。地味だと言われていたのです。これにしよう。なんてかわいそうな絵でしょう。壁防衛隊にすごく似ている子供がいると。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の線が川に落ちて溺れていたので、エルがその長い首を伸ばして。なんで泣いてんの？これがヨヨコちゃんの夜の日課。ほう。毎晩毎晩とても感動的なメロドラマを見て、彼女は泣いているのです。日課なんだ。まあちゃんはもう疲れてお眠かと思ったけど、意外に元気なんだ。元気だね。知らない家に来て。タイヤ。タイヤ。ヨヨコが10回ローンで買った地上波対応40インチテレビ。10回ローンか。お風呂は夜のお楽しみ。を磨きましょう。えらいえらい。あとはでも寝るぐらいなのかな。何？あ、トイレか。かかんじゃない。何の音よ。やっぱやってるわ。まあ疲れただろう。毎日が夏休み、楽しみだな。でも俺は仕事だけど、まあヒロシはな。
人で出ちゃっていいのかな。新聞社前、なんだ、何、工事中につき、うんうんうん、こっちね。シュールだなこれ。飼ってる虫を取りゃいいかな、基本はな。観光シーズン、虫の音は本当気持ちいいですね。癒されるわ。赤くて綺麗なサルビアの花。ああ、なるほど、そこは家かも。ダンシングジロー、だぜ。カフェ&バーダンシングジロー。なんだこれ、どうやって喋んの、なにこれ、これは一体何なんでしょう。なんか怪しいお兄さんがいるぞ。そう思いながら、しんのすけは思い切って自己紹介してみました。自己紹介するよね、すぐ。なんだ、一郎の家の隣に居候したのが。俺は二郎、キッチンとかラーメン屋は無関係だな。関係ねえだろうな。よろしくな二郎。なんか扱いにくいか、緊張だな。まあでもいい二郎っぽいな。二郎の中ではいい二郎の部類に入るな、この二郎は。登っちゃっていいのかな。怒られるよミサイに。やりたい放題だよもう。なんだよ。山田もっと。メロドラマを見て泣いているヨヨコおばちゃん、不思議だな。どんなドラマか知りたいな。うん。オッケー。はい、おやすみなさい。特に何が起きるってわけでもないよな。こういうゲームだからな。夏休みを過ごすっていうゲームでしょ、これ。記録はしますよ、そりゃ。あ、いい天気だ。どうした、素晴らしい今日が来た、昨日のラジオ体操か。みんなで体操、深呼吸、ぐるりと回って、白まで踊ってるよ。愉快な家族だね、本当に。ではいただきます。いただきます。昨日の夜はちゃんと寝られた？俺は寝てたからわからないぞ。確かにそうだな。毎日仕事に行く前に朝ごはんゆっくり食べられるの？おう、大丈夫、行き先はすぐ隣町だし、夕方も晩ご飯の前に帰ってくるから。朝と夕方毎日ここの駅前を通ったらカレー屋さんの匂いでカレーが食べたくなっちゃうかも。
じゃあ今日の晩ご飯はカレーライスに決定ね。駅前のじゃなくてうちのカレーだけど期待してね。フォローありがとう。ございます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、これ幸せなゲームだな。これ今日はいつも通りだから、おじさんは毎日晩ご飯の時間が来るまで裏の新聞社で新聞を作ってるんだ。裏の新聞社、そうだよ、裏の新聞社って秘密の新聞社みたいでかっこいいぞ。ああ、ありがとう。キラキラさしてる目を。そうだ、せっかくだからうちの新聞社に遊びにいらっしゃい。誰かしんちゃんを案内してあげて。なら子どう？じゃあ今日は街をくるりと一周案内してあげようか。お願いできるかしら。ありがとう。うん、じゃあご飯の時間が終わったら、この食堂の入り口で待ってて絶対だよ。うん。じゃあほら、今日はララコを案内してあげるぞ。逆な。平和だな。簡単なお手伝い。うん。ここにある掲示板にお店で使う野菜とか食材のメモが貼ってあるから、それを見つけたら持ってきてほしい。オラが？そうよ。この辺りは自然がいっぱいだから。新鮮な魚や山菜なんかも近くでたくさん取れるの。持ってきてくれたものは掲示板のメモに書いておくから、いつでも見に来てね。うまくできたらお小遣いをあげる。チョコビの方がいいじゃない？やべ。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、いや、持ってきてないね。シソ2枚、ヤマミ1匹ね。シソ2のヤマミ1ね。わかりました。あ、いや、間違った。出ればいいかな。今日は出ちゃおうか。案内始まっちゃうけどいいか。白の犬小屋、ここにあったのか。言葉分かってんだな、ちゃんとな。風間くんとねねちゃんだけど違う。あ、ちょっと待って。新種というか、捕まえたことない虫がいる。違う、ケツだけじゃねえよ。成人やるんじゃないよ。セミね。もう古代の砦には行ってみた？古代の砦。あなたどこから来たの？うん、俺は春日部から来たぞ。うん、いいかも。一周しよう。ちょっとというわけで、ララコちゃんとしんのすけの阿蘇の町探検ツアースタートです。私についておいで。声変わんなかった。今行くか。ちょっとケツだけで行こう。成人で。工房は青空。しんのすけ、ここは工房青空。昨日の夜本を読んでた女の人、つまり畑さんが一人でやってるんだよ。自分のところで布を作ったり、それを染めたりしてるんだ。染めるってどうやるの？それは畑さんに直接聞いてみて。次はさらにこの隣の店だよ。そこの蝶々取りたいな。いなくなっちゃったか。行くの早いよ。ここか。ダンシングジローね。ここはカフェ&バーダンシングジロー。めちゃくちゃダサいけどな。
ここのお店をやってる人の名前は何というでしょう。お店の名前はダンシングジロー。ジローさん、なんでそうなる。シローさん、なんだって。あ、シローって言ったの今。ダンシングシローじゃなくてダンシングジロー。まあいいか、じゃあ次行くよ。あっちか。決断成人やると見えないかし、分かりづれよ。ここね。ここは食品スーパーの霧島ストア。店主は可愛い女の子。お、じゃあナンパしちゃうんじゃない。どめどめ、お宅見慣れない顔だね。どっから来たの。埼玉高倉県。ふーん、ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。いや、まだもっとと覚えてね。うら、野原慎之介5歳。私は18歳。まだ18なのにこの店を一人で切り盛りしてる働き者なの。いわばこの町の物流を一手に担ってる状態だから、逆らわない方がいいわよ。というわけで次に行くよ。ああ、そうなんだ。私にも逆らわない方がいいわよ。凛之助早くおいで。まあまあまあ、とりあえず一周しようかな。あ、ここか。ここがカレー屋さんか。なんて怪しい名前のお店なんでしょう。忍者が好きなんだろうな。目があった。お主、なかなかの切れ者と見た。名を名乗れ。うらら、野原慎之介。拙者は銀河に忍ぶと書いて銀河忍ぶ、カレー屋の店主。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。その実態は仮とかかってるのかな。忍者の末裔である。かかってねえか。え、今時忍者なんて流行らないし誰も知らないって。うんうん。でも拙者は忍びとしての務めを忘れたことは今まで全く一度もない。なんかカレーちゃんと作れよ。生まれ落ちた産湯の中でさえ水遁の術、これが基本。うん、それにしても変な人だらけだなこの町は。さて次はあっちの比較的まともな新聞社。うちのお父さん、つまりキャップの会社だよ。まずはさっきの DJ バーのところまで来てね。うん、まあここそれぞれのお店の人たちとの交流もあるんだろうね今後ね。あれ、こっちだっけ。遅いよ。レディを待たせるのはマナー違反よ。はてさて、やっと新聞社まで到着です。でもどうやらララコちゃんは他に用事があるようです。ふう、やっと着いた。ここの新聞社にうちのキャップとお手伝いのヨシコちゃんがいるの。ヨシコちゃんは女子大生なんだけどなかなかの美人だよ。じゃあララコはこの辺でお家に帰るね。見たいテレビが始まるんだね。ああそうか。じゃあね、楽しかった。ララコちゃん不思議な子終了。うん、録画してみろよお前そんなの。新聞社入ってみようか。
あ、この子か。ナンパするか、しんちゃん。ほほいって何なんだよ。初対面でほほいって何なの、毎回言うけど、しんちゃん。嫌ってことか。こんにちは、しんのすけ。やっと来たね。お、ケチャップ？違う、キャップ。そろそろ覚えてくれないかな。おじさんはここで新聞を作ってるんだ。あっちにいるのはお手伝いのよしこくん。おや、しんのすけはいいカメラを持ってるね。ほら、このカメラをもらったんだぞ。写真を撮ったらそれが絵になるカメラだぞ。おお、それはすごいね。最初この配信やる前、しんちゃんの真似してやろうかなと思ったんだけど、やめたわ、それは。普通に途中でなんか恥ずかしくなりそうだからやめた、それはね。そうだ、しんのすけ、そのカメラを使ってこの新聞社の子供記者をやってみないか。シュポ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 、それは記者。記者っていうのは新聞の記事を書く人のことだよ。では、しんのすけが担当する新聞を新しく作ろう。名付けて、あっそう壁新聞。いい記事ができたらお小遣いをあげるよ。壁新聞って何？うん、小さな新聞のこと。お小遣いがあればオラにもチョコビが買える？うん、お小遣いを貯めたら買えると思うよ。シュポーシュシュシュ。記者じゃないんだよな、そっちの。さあ。さてと、今週の館内の清掃はこれでおしまい。来週末こそは絶対にデートを申し込むんだぞ。え、好きな人がいるのか。積極的。俺なら今すぐでもオッケーだぞ。あなた誰？ほら、野原しんのすけ5歳。お姉さん、ピーマン好き？納豆にネギ入れるタイプ？何この子。お姉さん、お名前は？黒髪よしこ。私は大学生なんだけど、この新聞社でバイトしているの。しんちゃん、よろしくね。まあ、誰とでも仲良くなれるよな。というわけで、登場したアルバイト兼編集助手のよしこお姉さん。彼女の夢は、この地理品の新聞社が昔のにぎわいを取り戻すこと。もし、あなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら。俺の力でできたら。お姉さん、あなたとデートしてあげるわ。何？人生初デートの予行練習。というわけで、しんのすけの夏休みの目標はよしこお姉さんとデートすることになりました。なったんだね。でもアルバイトのよしこお姉さんが会社の心配をするなんて、なんだか不思議な感じです。そうだね、アルバイトなんだから別にそこまで気にする必要はないもんね。まだ話せる？今、新聞社の状況はこんな感じ。ダメだね。売り上げがひどい状況なの。最悪。助けて、しんちゃん。現在の発行部数、10か。目標達成ね。これじゃねえや。どれだっけ。これはいいか。みんなで朝の体操。冷たい空気が気持ちいい。セミ取ったね。忍法カレーの銀河さんは忍者だよ。水遁の術が得意だよ。今度直距離か。ララコと町を一緒。一緒にテクテク歩いたよ。走ってたな。
子供新聞記者になったんだ。どんな記事を書こうかな。いつか社長になれるかな。美しいよしこお姉さん、新聞社を大きくしたらデートしてもらえるよ。うん、デートすんのかな。え、あれだ、チョコビ食べとこう。チョコビではないな、カレースナックなんだな。うん、まあいいでしょう。出よう。どこ行くんだ、あと。ジロー、よろしくな、ジロー。なんか扱いにくいが緊張だな、一緒だな、この会話は。チェンジが買える値段のものはない。ここで何してるの。私はここで旗織りをしたりそれを染めたりしてる。どうですか。あ、え、いるね。これはバッタね。なかなか大変だったけど楽しかったね。うん、ドラマ見終わったんだ、もう。うん、あ、忘れてた。ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう。お使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。なんだっけ。現在星はまだありません。これじゃダメね、学士。あれ、なんだっけ。しんちゃん、ヤマメ一匹、シソ、ヤマメとシソ、シソなんてどこに入ってんだ。この草むらに生えてるかな。ここら辺に、あ、これじゃない、シーソー。うん、いいね。と2個でヤマメ。ヤマメは川でしょう。なんか生きてんだよ。もう下に降りれないかな。一瞬で夕方になったな。まあ行けなそうだな。戻ってきちゃった。どうやらミサエさんは何か不思議な現象に遭遇しているようですよ。なんだ、不思議だのよね。食堂に来るお客さん、顔に見覚えがある人がいる。うん、思わず何度も顔を見ちゃった。確かに似てる人がいるよね。シソに1個だけ渡しとくか。ここで気になるお使いを一つ、うん、現在これじゃダメ。あ、そっか、この掲示板を見ないとダメか。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、うらら、これにするぞ。シソに、オッケー。お使いちゃんとできたね。
10円もらえた。いただきマンモス。うるせえよ。ヤマメどうすんだろうな。2階。何もねえな。そろそろ晩御飯だぞ。ああ、そうか。晩御飯までの間か、行動時間は。いただきます。カレーだ、うまそう。いただきます。ほら、新聞記者になったぞ。しっぽしっぽしっぽ。記者ね。お仕事の邪魔になってないかしら。気にしない気にしない。陣之助が持ってる不思議なカメラを使って、見つけたニュースをどんどん我が社に教えてほしい。陣之助が担当する新しい新聞は、名付けて圧送壁新聞。期待してるからね、陣之助くん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。家族みんなでご飯食べることとかもないからな、最近。最近っていうか、まあ一緒に住んでないからだけど。おちゃんみたいに変なおじさんだったぞ。基本的にいい人なんだけど、個性的すぎるのよね。ママも行くから声をかけてね。声かけたぞ。毎日やるんだこのくだり。声かけて行く。ちょっと外出ようかな。ここでは幼稚園のお友達に会えないから寂しいでしょ。そんなことないぞ。幼稚園の友達もいるぞ。え、どういう意味？勝手に外出ればついてきてくれるのかな。遠くの地平線が少し丸く見えました。当て読んでるわ。彼の友人たちは古代九州を治めていた一族が作った町だから、とってもすごいんだ。やめたまえ。彼が翌日も待って、ヤマメを取りたいな。行ける範囲が狭いな。広くなってくるのかな今後。ここ通行止めだよな。お？なんで隣のスーパーのお姉さんがここにいるのかって？店がすぐ隣だから、いつも夜になるとここにお邪魔してるのよ。ここはジュースが美味しいよ。夜霧島ストアに用事があるときは、ここにいる私に話しかけるか、ストアの前から声をかけてね。わかりました。行ったことないかな。ああ、ここヤマメいそうだな。
なんだ今の。いるね。餌を投げたらしばらく待つ。水面と音に注意し、食いついたら A ボタン。新しい魚が欲しければ場所と時間を変える。とにかくやれと。魚見えてるよね。浮きが完全に沈んだらね。あれ、ちょっとピクってなってからか。違うか、やっぱグググって沈んだらだよね。オッケー。おお、何今の、なんだ。なばった思想。見覚えが、カレー食べた。駅前のカレー屋とどっちが美味しい気になるな。豆小金、ひなカマキリか、ラマズか。すげえの釣ったな。寝ないよまだ。そっか、夜はナマズなのかな。ホタルかな今の。これは？イエーイ。水な、必要になりそう。うえ。ほっとこう。イエーイ。ここでも釣りは？切る。随分引き戸絵だ。わかりづれえな。あ、これちょっと分かりづらいはダメだ。もう一回だけちょっと釣ってみようか。あ、早まっちゃった。でも新しい魚だ、また。あれなんだ今の。ホタルね。水菜ね。あ、ヤマメだ。あ、これでいいじゃん。どうやら扉が開きません。どうすればいいのかな。扉のある河原、こっちから戻るか。今日は寝ていいかな。もうその鳥のような。あ、なるほど、ここから行けるんだね、川にね。毎日毎日たくさんの仲間と。また泣いてるわ。しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。まあ子供だからな。言ってもしんちゃんは。開かない不思議な扉。はい、おやすみなさい。すごい穏やかな時間が流れてんなこれ。いいゲームだね。
1年以上寝かしてたからな俺このゲーム、発売日に買ったのに。なんでもっと早くやらなかったんだこれ。今日から朝の体操にナラコちゃんが加わります。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。では美味しそうだね今日も。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、今日ヤマメも取ったから、あれヤマメ一匹でいいんだよな確か。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、オラはこれにするぞ。おや、お使いちゃんとできたね。合計10円。いただきマンモス。野菜も魚もとても美味しい。また増えるのかなこれ。ややこ、まだまだダメか。あとは新聞社か。じゃねえや。話してみる。ガハハハハハ。この辺りをぐるぐる走り回ってきたら目が回るしお腹が空くし、これって多分洗濯機とか地球の自転と同じことだよね。そこにイララコの偉大さを感じてちょうだい。わけわかんないと思うけど、あ、ちゃんと分かってんならいいわ自分で。それがこっちか。ジロは昼間何してんだろうな。三島商店、買い物20円あるからな。今な元気そうで大変よろしい。で、何をしに来たの。20円で何か買えんだ。チョコビ高えな。チョコビ買いたいから貯めよう。いい加減にしろよ。でもこれ、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだよ。そうそう、しんのすけ、簡単なお手伝いをやってみない。うん、犬山食堂や忍法カレーと同じお手伝い用の掲示板が、あ、それぞれあるんだね。オッケー。ドメドメ。水が小ゴミ。水が持ってるぞ。俺はこれにするぞ。うん、あ、でも3しかないか。忍者カレーにも行ってみよう。忍者、忍法カレーか。まず話して、どんなカレーを作ってるの。忍者は軽々しく秘密を喋ってはいけないのでござる。カレー屋さんだぞ。忍者である。カレー屋だろ。ふふい。人参、熟トマト、うん、ないね。ここは遺跡か。恐竜の骨が出た駅前遺跡の発掘現場。ずっと誰が何喋ってんのこれ。流れてんのか商店街に。工事中につき通行。わかりました。落ちいけないね。
昼間に来たらまた何か違う魚が釣れたりするかな。あ、これ何かあるね。あれ？虫か。取れないか。釣れないな。油ぼて、あ、これ入ってんだ水が、ね、定期的に。水が揃ったかな。あ、じゃあ新聞社行こうとしたんだ。消耗激しい気がするな、この成人。こっちじゃなくねえか、しかも。お、どこだっけ。よしよしよし。体力使うわな、確かにな。こんな動きしたら。正直に言うと、しんちゃんにこの新聞社を大きくすることなんてできないと思ってたけど、大工さんになればできるかもしれないね。ブリブリーブリブリー。正解の返しか、それ。なんかあった。印刷を終えたばかりの新聞紙、うん、いい記事はできたかい。すぐ仕事に戻ったな。発想の山菜シソ、家庭菜園で増えたものが至る所に生えている。ここに陰った草原、林道脇などに自生すると。秋山への原っぱや研究所近辺、うーん、駅前ステーションの脇やダム近辺、取れる場所が全部書いてあるね、これね。あ、歩けて歩けない。ケツだけ成人やりすぎたな。元気になった。回復したんだね。戻ってきちゃうんだ。回復はして。お手伝いの内容忘れないようにしてね。はい。ああ、一緒だね。
ここら辺に生えてるかな。揃ったんじゃない？サンキュー。お、40円。いただきまんもす。もうすぐ帰るな。これは？このシソか。イエーイ。シソいらんなもん。これは取ってない。これ白。ほら、白に迎えに来てもらったけど、白はどうやってここまで来たんだ？わからんわからん。もう帰ってこいと。一日終わっちゃったか。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。飯食って風呂入ってラジオ体操まではあるんだね。必ず夜では外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから。こえーこえーかけたぞ。ここも一緒ね。それにしても今日は暑かったわね。今からみんなで夕涼みに行こうか。お、賛成。夕涼みって何？夕涼みっていうのはこうやって夕方とか夜に外に出かけて涼しくなることよ。捨てられちゃうとこだったぞ。捨てられちゃうことだぞ。それは夕涼みじゃなくて夜涼み。ここは星がたくさん見えていいな。春日部じゃこうはいかないもんな。しかしこの幸せな時間は長くは続きませんでした。何？そうなの？恐竜出てくるのこれ。水曜の夜、夕涼みに出ていたしんのすけたちは満月の光に照らされた巨大生物を目撃したのです。お、なんだあれは。大きな影。大きな足音。うわ、助けて、アクション仮面。なになに、怪獣。母ちゃんの体重は60キロだぞ。
一本一本じゃねえ。そんなにないわよ。怪獣じゃなくて怪獣。巨大怪獣だ。その巨大な黒いシルエットを見上げて高笑いしていたのは、駅で謎のカメラをくれたあの怪しい男なのでした。あのおじさん。我が名は悪の博士、発明家であり、そして史上最強のマッドサイエンティストなのだ。何それ、自分で言うことかしら。自分で言わずに誰が言う。我が輩が連れてきたのは怪獣ではない。これ何なの。白亜紀の恐竜だ。私はついにタイムマシンを発明した。あ、そういう。これで世間の連中もそういう話なんだ。この才能を無視するわけにはいかないだろう。名付けてあるの、この恐竜。オラの怪獣、シリマルだしも大きくしてほしいぞ。バカ言ってんじゃないよ。怖がれ、恐怖におののけ、巨大な力の前にひれ伏すのだ。巨大生物あるある、終了。おとなしいな、恐竜。待って、これ取りたい。大成功。え、どやや逃げ出すと思うけどな。どうしたらいいの、これ。恐竜に話すの。もう行っちゃっていいの、どっか。何なのこれ。いいのね。これはやばい。表情が違うけどな。みんなやばいっつって言ってんな。でも、え、これ記事になるでしょ。でも忍びは興味ないか、恐竜には。おじさんはどこでカレーを作るお勉強をしたんだ。拙者は世界中の国を回ったでござるよ。俺も行きたいぞ。例えばどこの国。一番面白かったのは冬の大三角形の一つ、シリウスでござるな。ふいふい。ここから意外に近いところなんだ。銀河流忍術の奥義は宇宙との一体感である。カレーぶっかけてやりてえな。どうしたらいいんだこれ。遺跡発掘。もう通れない。工事通れない。大騒ぎになるんじゃないの、恐竜なんて出たら。開いてないか。家に帰りゃいいのかな。キャップ、大事件だよ。あれ、ガラリー酔っ払っちゃったかも。なんちゃって本当に酔っ払ってると思った、キャップ。おっと、ごりゃ失礼。今日はどんな記事ができた。見て見て、なかなかの記事だ。素晴らしい。あ、本当いいんだ。新之助記者の記事による新規契約数は215人。すごいじゃないか。一気に204、大金持ちだよ。ありがとうございます。
出来上がった記事は新聞社に来たら見せてあげよう。では新之助記者、よろしくお願いしますね。大金持ちになっちゃった一夜で。なんか行く行ける七星テント。夕涼みをしていたら巨大生物が現れた。面白町、合計300円。働き者だ。寝て翌日になると物語が進むのかな。寝ちゃおうか。恐竜出た翌朝とは思えねえな。あ、まだ翌朝じゃねえか。恐竜出てる当日とは思えないよね今の。普通に朝ごはん食べるんでしょうね恐竜出てんのに。どうやら朝の体操に恐ろしい2人がいるようです。誰？はてさて皆さん大丈夫？なんでこうなってんの？あ、何これ、どういうことなのこれ。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで悪いやつじゃないの？ぐるりと回って1、2、3。深く考えるのやめよう。ではいただきます。お任せよう流れに。いただきます。木曜日の朝ごはん、意外なことに人々は落ち着きを取り戻していました。昨夜あんなことがあったのに、なんだか不思議な感じです。さっきララコと見に行ったら小鳥たちと一緒に遊んでたよ。あれは怖くない、かなりおとなしい恐竜なんだ。鳥の祖先らしいから仲良しなのかもしれない。草食だし。じゃあ今朝のおかずと同じだ。それしか言わねえな。どうやらあの恐竜は危険なものじゃないんだ。危険なものではないようです。そもそも日本に恐竜を取り締まる法律は今のところありません。そうだ、ここで恐竜の呼び名を決めないため。しんちゃんならあの恐竜なんて呼ぶ？プラキオン、アタマちゃん、突撃レディ23号。突撃レディ23号はねえだろ。タマちゃんって何？プラキオンがいいな。プラキオン！こうして無事恐竜のニックネームが決まったよ。楽しい日が続くのね。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえばさっきあのおじさんが霧島ストアの前にいたよ。あのおじさん？悪の博士？悪い博士。悪のって名前だよ。いや、人騒がせな博士。霧島ストアで恐竜の餌でも買ってるんじゃないかしら。俺もチョコビ食べたいぞ。スーパーなら恐竜が食べられるものもたくさんあるな。だとしたら山田もっとちゃん、ボロ儲けねえ。さて、どうやら悪の博士はまだ霧島ストアの前にいるようです。気になるよね。なる。思うツボだ。制作者の気になっちゃった。どっちだっけ。あれ、こっち。お、あ、行けるようになってる。おや、工事中の通行止めがなくなっているようですね。
恐竜が通って壊したのかな。でも直すでしょ、通行止めは。うーん、新しいあれが取れるね。これとか。うんうん、山桃。うん、山桃って何？行けるとこ増えたな、一気に。釣りができる。一発やっとくか。ないか。いねえわ。はいけない。変わった折れ方のしてる木だな。の字曲がり。一気に行動範囲増えたな、本当に。これはこれゼンマイか。イエーイ。ここ見。いけない。ダムね。水門が邪魔でここから先は行けません。水門を下げることができれば通れるようになるのかな。すごい子供に言い聞かせてる感じだよね、あのナレーション。ふいふい。まあもう、まあ、いっぱいあるこれ。ふふい。なんだ？では？いけない。ああ、なるほど。ここに出るんだ。まあ、ちょうどよかった。おや？工事中の通行止めがなくなっているようですね。恐竜が通って壊したのかな？子供扱いされてるみてえだな、なんか。さあ。霧島ストアの前で悪の博士を大発見。一体ここで何をしているのでしょうか。何をしてるんだろう。いかんいかん。なぜこの町の連中はもっと恐竜を怖がってくれないのだ。これでは計画が台無しだ。博士は町の人々が恐竜を恐れなくなったことをとても怒っていたのです。穏やかなの連れてきちゃったんでしょ。だからいかんいかん、もっと怖がってほしいのだ。今のままでは餌代の元が取れん。まあやっぱ元の目的は怖がらせたかったんだよな。そしてしんのすけは博士の後をついていくよね。こっそりしっかりついていく。あれ恐竜。あそこ通るんだ。扉の鍵を開けたまま行ってしまったみたいです。閉め閉め。まあ、ショートカットかでもな。うん、こりゃ。その虫が取りたいな。
キラキラしてる。あー、ダメか。あ、秘密研究所ってあったね。秘密じゃねえよ、もう。そこにはとても怪しい形の建物がありました。博士はここに入っていったに違いない。悪のシークレットラボって書いてあるよ。うさんくせえな、空飛ぶ車を開発中。研究所の中にいたのは博士だけ。そしてしんのすけは何とも不思議で妙竹林な博士のダンスを見てしまう。それは彼がタイムマシンを操り恐竜を現代に呼ぶ時の大切な踊りなのでした。なるほど。ふわふわパウパウとわとわチリチリラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。変な踊りだな。すべては一瞬の出来事である。まあ2匹目を呼ぶんだ。このちょっと悪そうじゃん。今度こそ我が輩の巨大な力の前に人々はひれ伏すはずだ。そっか、そういうつもりで呼び寄せて全部いい恐竜なのか。こうして2匹目の恐竜が現代にやってきたのです。ほんでなんか名物になっちゃって町がこの町が復興しちゃうのか、恐竜で。キラキラさせて、キラキラしてる目が。そして恥ずかしいダンスと恐竜を呼び寄せる一部始終をしんのすけに見られてしまった博士は、自分の秘密が外の世界に知られないようしんのすけを夏休みの世界に永遠に閉じ込めようと考えた。私はお前をもう二度とこの町から出さない。お前はここで過ごす夏休みの1週間を永遠に繰り返すのだ。なるほど、ホラと博士の夏休みってそういうことか。永遠に繰り返すって、おじさん悲しいことでもあったの？泣きたければ泣くがいい。もう始まってんの？繰り返す夏休み。なかなか素晴らしい。出るか。見覚えのある写真があるぞ。なんだっけ？撮ったやつだよね。どうしよう。おい、あ、釣りはいいや。あと行ってないとこってないか、大体行ったか。こっちはここ行ってないな。畑のご案内。ようこそ黒髪農園。畑といえばそう野菜です。野菜全部で3種類、それぞれに1日1回お水をあげることができますよ。何日かお水をあげて野菜が育てばいざ収穫。収穫した畑はお水をあげればまた新しい野菜が育ちます。植えて野菜が欲しいときは収穫を遅らせてみて。さあレッツ農園ライフ。ふいふい、まあ水をあげていこうか。ふいふい、大雑把だな。ふふい、
うふーい。オッケー。で、定期的に見に来ればいいんだね。駐車場。うふーい。何？シソか。ここは入れないのか。暑そうだな、セミの鳴き声が。これは？ああ、ここか。ああ、ちょっと待って。板っぽいな。取れないか。あ、取れた、取れた。トンボ？いけない。まだ青い稲穂が真夏の風に揺れている。排水溝があるせいで、ここから先へは進めません。うん、どうすればいいのかな。あ、体力がやばいな。穏やかとは危ないけどね。母ちゃんとどっちが強いかな。母ちゃんだろう、そりゃ。イエーイ。うん、ダンゴムシ。悪の博士と恐竜が揃って体操。1、2、3。恐竜意外におとなしい。小鳥と遊んでいたなんて。山桃。山梨県に名前が似てる山桃県もあるのかな。恐竜の時代からあるシダ類の仲間。詳しいな。霧島ストアで悪の博士を大発見。何を考えているのかな。悪の博士はここに入っていったに違いない。うん。2匹目の恐竜がやってきた。ちょっとこれ怖くてかっこいい。えんえんと泣いていた。二度と町から出さないと言われたよ。言われたけど、ずっと夏休みならそれでいいかも。まあまあ、それでいいかもしれんな。 OK。このあのプテラノドンみたいなやつは空飛んでんのか。最初は恐竜が怖かったけど、よく見るとなんだか可愛いやつなのよね。多分女の子じゃなん、女の子なんじゃないかな。うん。あ、バイカモの川には行ってみた。多分行ってる。水の中に花が咲いていてとても綺麗なんだよ。それが出てくるなんて怖いね。でもこういう時こそ平常心を忘れるべからず。夜の本の朗読は今まで通り続けるからね。聞きに来てないけど。体力はやばいね。食べとくか。どれだっけ。ああ、そっか、何も持ってないや。いや、倒れるまで待つか。
俺だ。ふふい。あ、で、夕方かな。まだ大丈夫か。ほら、うん、一緒だね。井の山食堂は磯ね、これもシソか。イエーイ。おやおや、こっち行ってないね。ここに歯医者さんの看板が。歯医者嫌いなんじゃない、しんちゃん。しんのすけは歯医者さんが大嫌い、ね、怖くてここを通れない子供かよ、子供か。怖くて通れないんだ。なんだ、あと何、なんだこれは。イチジクは食べれるんじゃない。新聞社。ドシンドシンと随分大きな音を立てて工事車両が通ってるなと思ったら、ここは恐竜の通り道だったのね。スクープ記事のチャンスかも。ブリブリーブリブリー。開始が違うよそれ。あんまり赤も意味がないか。来ても、お、白、あ、帰ってこいと。白に迎えに来てもらったけど、白はどうやってここまで来たんだ。意向なんだよ白は。いただきます。この時間の何にうまそうだな。チャーシューいっぱい乗ってる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。花火とかもやるのかな、そのうち。いや、いい風呂だな。父ちゃんはうちのお風呂とこことどっちがいい。うん、どっちもいいな。あー、ないなーって言ってるわ言ってるわ。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから、声をかけてね。声それね、全然ついてこないけどね、ママ。ちょっとこれ朗読聞いてみるか。暴れまくって気づけば一人、孤独を愛した彼はそれでも聞いてるわ、おとなしく。満足なのでした。ある日、西の高い山の方から一匹のならず者がやってきた。彼は自分の縄張りを守るために戦います。でも周りの恐竜たちは暴君ぶりを知っているから、誰一人応援してはくれません。ならず者に声援を送る者までいる始末。勝ったのに今まで以上に孤独です。暴れまくって気づけば一人。遅えな読むの。でも孤独を愛した彼は読むの遅いよ。満足なのでした。幸せな空間だったな。でも恐竜いるんだね。恐ろしいけどな、おとなしいとはいえ。あれ
どかしたのか、どいたのか。あれ、こっちじゃない。通行止めはなくなったけど、夜の工事現場は危ないよ。近づかないでおきましょう。そうだな、兄ちゃん危ないな。確かに。ちょっと何もできることがねえな。釣りぐらいか。どっから行くんだっけこれ。あ、ちょっと、でもちょっと待って、こっちはジロいねえよ。お、おーい、そろそろ帰る時間だよ。はいはい。会社の看板がとても怖くて通れない。うん、おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。いいゲームだねこれ。うん、ここでやめとこうかな。